おはようございますおはようございますありがとうございますおはようございます今日は8月27日えっ、ー、と金曜日ですねなんか曇りですねずっとねなんか陽子さんのところはなんか鳥が鳴いててめっちゃ可愛かったです なんか共演ししてましたね鳥がねが <laughs> えっと、えー、そうですね特に特にっていうかなんか何をあそうだなえっ、ー、と今のはえー、と徳島の洋子さんで山形の洋子さんからなんかい,いろんななんか素敵ななんかあの昨日ねご紹介したこの「見えない力」。 三内すずえさんの「あガラスの仮面」の作者の方の対談の本がなんかまた見どころみたいなのをいっぱい教えていただいてすごい面白いとかすごいなんかめっちゃ深いこんないつ頃の本最近の本なんですなんかすごい あ2018年だからやっぱりあれなんですね割と。でなんかそ,それについてなんかちょっと盛り上がってました今さっきあとでちょっと終わったらご紹介したいと思います。ということで、えー、本日の「瞑想するピアニーヌ」をいってみたいと思います。ちょっと、えー、となんか、えー、いつつも普通の1分の分やつだと なんかねあの撮る前にあの何ていうこう混とん混とんとカオスなわけですよこのなんか見えない世界がっていうかそれそれそれそのカオスのところからなんかぐちゃぐちゃぐちゃって弾いてるうちになんかこう焦点合ってくるみたいなところがあってこっちだと。 こっちのピアニーノだとちゃんとしたところからい,い行こういくい行こうと思っててまあカオスカットっていうかカットっていうかそうするとなんかやっぱりちょっと違うんだなとか思ったりしてちょっと分かんない今日の実験はなんかちょっとあんまり音楽になってないところから弾いちゃおうかな変な音も。 とか思ったりちょっと急にしましたのでちょっとそんな感じの今日は実験ですではへ、えー、行ってみたいと思いますありがとうございます <laughs> ありがとうございましたなんかちょっとダメだあのカオスに行けなかったっていうか最初,最初からちょっとあのやっぱちょっとカオス慣れしないカオス慣れっていうかあれですねなんか1秒でなんかどっか行っちゃっその底の世界に行っちゃったんで抜けられなくしかもちゃんと選ばなかったんであんまりなんかあのあんまり行きたくないっていうか。 ところにちょっと長く行ってしまったみたいな感じのでしたね。まあね、なんか。あの？面白いけど、おもあの誰もいなければ面白いけどちょっとこれ。ね、あの一応なんかお客さんじゃないけどいると思うとなかなかね。あのあ、これやめみたいにいかないので、まあ、やめてもいいんだけど。 何とかそっからこうパラレルじゃないけど違うとこ行かなきゃみたいなねなんかいろいろですけどねちょっとまあちょっとこういうのもちょっと同じようにならないためにっていうかあのちょっとまあいろいろ実験してみたいと思ってますけど <laughs>「コンコンと惑星流の」 源あの一番最後の方はちょっとあのー、っていうかちょっと取り留めなさすぎにも程があるっていうかねもう最初のと全然ち違うところまでねだからまああじゃあそういうことにしてくださいなんかそのこう支流の方から遡っていったと。 そういうのいいいのですねでもなんか支流の方をひゅっと掴んでそっからこう源泉の方まで行けたらいいのかなわかんないですけど「ありがとうございます」そんなコメントいただきまして、えー、それでえっ、ー、とそれと関係するかわかんないんですけどじゃあこのなんか陽子さんからの「<laughs> 陽子さんかえっ、ー、とね あそうだえもうえ役に立ってあの何て言うのかそのまだ今の私にタイムリーっていうかそのでまたねあのまあちょっとこう大したあれではないとか1個なんて無観客なんですけど無観客どころか別になんかもう何て言うのもう完全にこの世向けじゃないんですけどあの世に向けてやるみたいなやつなんだけどまあ一応ね本番とかあると。 あのなんかあのヒントがものすごいなんかもう目,目,に目に映るものはあのね <laughs> みんなすべてメッセージとか言ってる人いましたけどそういう感じでやっぱりいろんなねなんかヒントが来るのでまあねその手堅くまとめるのもありだけどギリギリまでこう実験していきたいっていう方が好きなので,でそうするとこういうふうになんかいっぱいなんか。 あのね、こ,うこういう時期にこういういろんな,なんか他にもいろいろあるんだけどその、ね、この本もなんかすごいすごいなんか試してみたいみたいなことがいっぱいですねでその一個一個すごい思ったのやっぱりそうですねこの今度即興をやんなきゃならないとかやることにしちゃったっていうのが一個まあハードルででもそのやっぱりねその 一番大変なのはやっぱりその既存の曲なわけですよそのリスペクトしなきゃいけない大作曲家がいてその人を冒涜しないように弾かなきゃいけないしそのだからはもうゴールがある,ある意味、まあ、ある意味決まってるというかその同じ演奏がいいわけではないけどでもその,その曲の魅力を最大限にその自,分自分なりに でききる限り引き出すっていうのがまあゴールだから人によって違うけどでもやっぱりゴールがは,はっきりしてるだけにやっぱり結局そこに一番もう圧倒的に時間がかかっちゃうわけですよねもう90%以上。でなんか即興はまあもう,もう出たとこ勝負なんで逆にその入り方その。 なんか同じものを作るわけじゃないからそこに入,り入る自分の在り方っていうかそこがずれると全ずれしちゃうから、まあ、そういうなんかこう瞑想じゃないけど一瞬でちゃんとこう自分が整った場所に行けるとかあるいは戻せるとか軌道修正ってかそういうなんかだからこう。 また別でで時間がかかるってていうものでものなくてそれであとこゃ喋んなきゃいけないもうトークはもう1%ぐらいの労力で大体あれとあれとあれとあれって思っまあ日本語だからなんとかなるっていうかそれであとその止まっちゃいけないなんていうのかなま間違えちゃいけないわけじゃないっていうかまあねなんかでも何を話すかぐらいは考えとかないと。 もちろんね、なのでちょっとそれそういうのも本当に無視してそのやっぱり最初にあの既存の曲をある程度形にするってやんなきゃいけないんだけどそれがまあそれが全然、まあ、常にいつも間に合ってないんだけどでもまあいろんなねなんかあの出会うわけですよその河野先生の武術の話とかそうするとなんか。 普通のやり方であのなんていうのかなあの素振り何百回みたいなやつというかそ,のそれも絶対必要なんだけどそっちじゃない方向からもあのアプローチしないとなんか間に,合う間に合わないっていうか、まあ、面白くないっていうかそういう感じなわけですよね。でまあちょっと話がいろいろなっちゃったけどまず即興がまあ新しいと。でその そのなんかやっぱりそのやる前にそれこそ決まっちゃうから全部がそうだけど即興も既存の曲も大体入るなんていうのかな変なパラレルいっちゃ最初に入っちゃったら今もちょっとそうだったけどあのそっから抜けんの大変だからそ,そ,このその前のっていうのはいつも思ってて思ってるんですけどその。 洋子さんがそのねこの本でいろん,いろんないすごい本当にね,なんかねどこら中うう重要な,なんかよ読,み読み応えのあるなんていうのかなこう内,内容の濃いところしかないみたいな対談なんですけどその中でそのやっぱりそのまあいつも言ってた話だけどその河野先生の。 あのー、我ならざる我の話でそのあるねなんか早く動くっていうのを、まあ一言で言うとその早,早く動くってももう本当にそのじん尋常じゃないか人間レベルを超えたっていうかその河野先生みたいな達人がもうずっと自分でこう憧れていた状,状態みたいのに60過ぎてからなんかやれたっていうのがあって。でそれがやっぱり、あのー 我なら、我ならざる我に、ま託すっていう感じなんですよね。で、その。か、技を行うときに、我ならざる我に体の動きを委ねて行う。っていう世界に一歩踏み入ることができて。で、その自分で不可能だったやつができるようになったって言うんですよね。まあ、言っちゃえば簡単なんだけど。あの。 我に返ったらできないだからこれやるしかないっていう思い以外に何にもなければそれができるだからどうやってどうやってどうやってとかハウツー考えちゃったりでもそれって結構時間,時間のこう時空が広がっちゃったダラっていう世界の話ででハウツー考えたりあるいはできない可能性とかだからまあ信じきるって言ったら変だけどまあ本当にゴールになっちゃうっていうか。 それでそこにそれがねそれがあのの間髪入れずなんですよその何かが思考が出る前にもう体が勝手に動いちゃうやつやつにやつの方に可能性を見たっていうところがでそ,そこらそのなんかねだからそのいろんなめっちゃ頭のいい先生でっていうか。 物理学とか量子力学とかそういう最新のやつをすごい研究してそれは武術でいったらどれのことかっていうのをもう,こうズバリこう探していくみたいなのでそれでその例えばなんか私ちょっとよく言えないけどあの波動と粒子のこう同時存在みたいな話ってありますよね。矛盾してることが2 この世っていうのは同時にあるっていうやつとかもすごいすごいすごい言い方だけどそれもその結局その我ならざる我の話っていうかその自分があの例えばねこの先その洋子さんもあのその本の あの気に何て言うのかな彼女的なその響いたポイントみたいなのも教えてくださっててもうめっちゃ親切なんですけどそれでそ,のそれで私もあ同じだなと思ったのが、えーと「運命は決まっていると同時に決まっていない」っていう結論に達したと。でそれがその波動と粒子がこう同時存在みたいな話で。 完全にこう矛盾したものが同時にあるっていう、まあ、考えかんっていうか考えっていうか実感っていうか実験し尽くしてそこをそう今そういうふうに先生思ってるっていうかの話なんだけどそれをこう確信したのが、えー、とその自分の限界とか自分の運命みたいな。 ものがあるとすると、そふい、なんていうのかな、そのとっさの動きですよね。その。例えば、なんか。事故に遭いそうになった寸前に。あの、ほとんど自分の意識がないところで。もう、最、敵の状態で、こう、体が、なんか。あの。避けるとか、あるいは、こう、衝撃を最小限にするとか。なんか、あの。 熱いものにに触った時にこう反射的にパッてこう手が動くとかそっちの動きは我それを我ならざる我ってまあ大雑把に言うと名付けててでそっちに託すっていうだからそっちを信じ切るというか別にその意図的にじゃなくてまあ経験からもうそっちう そっちに任せたっていうか、あのー、だからそれは自分じゃないけれどなんかでもじそれは自分じゃないけれどでも自分だからっていうか自分じゃないからこそかなその自分の運命を超えてくれるヒントっていうかあヒントじゃないな。その まあね、ちょっと説明が難しいけどで,でもそれがなんかそれが即興やるんだなって私は思うんですよねだから結局考えて、あのー、やり始めるとまあまあな感まあまあ自分のじゃない,いや自分の即興って自分のではないんだけどでもなんかねなんていうのかなあの。 コントロール入るんですよねただあちょっとそれまで言っちゃうとあれだけどあのここのね本ってお能の,の先生のお能の,の先生の対談もあるんですよ。で梅若これるって読んでいいんですかね梅若る先生っていう方ねお能の,の方のお能もやっぱりそうで完全にこう脳をつける瞬間に。 つけるっていうねかけるっっててうんんですってなんかその我我ならざるるが前に出るんですよそれで脳の裏側にその自分っていうものは完全にこう身を潜めるというかある意味死ぬというかそれでやるって言っていてちょっと全然よく知らないのにこう言っててまた間違ってたらあのすみませんなんですけどそういうふうに言っていて。 ただそのなんかえっとなんか役に例えば天才役者がそれにもうそ,それそのものになっちゃうっていうふうにこう意識不明みたいに憑依みたいなとこにはならないって言っててだからそれが利権の権っていうやつで多分。 あのそれ全体を俯瞰してる冷静な目があってっていう話をしていてまあそう,そうだなとかすちょっと死ぬほど深いんですよねこの話が。でなのでなんかあのちょっとねいろんなヒントがねあるんですよ。うん だからなんか舞台に立つと何かが自分を動かしてくれてるんだけどあのかなあのそうなんですよねそこら辺のなんかこうそれがやっぱり波動と粒子じゃないけど同時存在っていうだってねあの世とこの世も同時存在してるから。 まあそういうことなんだろうなーって思いますし思い思いますっていちょっと私なりにその低級なりにこう一応消化してなんかねそうそういうなんかギリギリのところでじゃギリギリのところにいないとダメなんですよねやっぱりだからそのどれだけこう常にギリだからそれがフローですねあそういうことだあのフローってその 不可能なことをやらせたら人ってやる気なくなっちゃうしあと簡単っていうこともつまんなくなっちゃうからちょ,っとむちょっと難しいっていうかあのちょっと無理みたいなでも不可能ではないみたいなことをちょっと挑戦してる状態が一番いいっていうのがフローですよね。そそこで一番なんかあの、まあその人の力が最大限に だからあの発揮できるっていうかその全然高望みでもなくその人なりのっていうからまあ常になんかこうギリギリの方がいいんですよねそのやりやすいとは思うんですよねだからまあねいろんななんかいろんな課題課題っていうかあの面白くする じゃないと面白くないですもんねとか思ったりするんですけどなのでまあねなんか面をつけることによって神になるっていうのも神って何かっていう話なんでやっぱりその自我というか我,の消滅ですよね我が消滅したら神が残りますよね多分。 ね、まあねそうですねなんかそんな感じの、えー、ちょっとご紹介でしたっていうことでなんか役に立つか分かんないんですけどでもやっぱりそういうなんか微妙なところにあのとかそういうあでもこれまた適当な思い あれだけどその言葉のね話をあの音と言葉とっていう話を揺らぎ揺らぎ音言葉っていう順番で現実が本当に想像されるってこの世界がっていうお話をえみさんからあの聞いた時に、えー、と言葉は同音同音 同語,語あの同じ言葉であの同じ響きで漢字が違うものってあるじゃないですかでもそれって深いところではあの同じ同じっていうか同種の意味を持つというかこうルーツを一緒にするというかそういう話を聞いてあのなるほどってその神例えば神って神様の神と髪の毛の神と髪の毛の神と。 それから、えー、とこのペーパーの紙とかやっぱりあの共通するって言っててその人間も例えば髪の毛実は髪の毛に全部の情報が入っていてって言って <laughs> 例えば覚醒剤やった人とかそれが髪の毛にまでこう残るっていうかその全て情報が残るっていうかそういう意味でも紙って すごいい重要っていうかあのやっぱり神様的なところがあるっていうとかあとその書く紙もあの人が紙にこう書くことによってこうもやもやそれこそカオスのモヤモヤモヤってしてた混沌としたものの中からこうなんていうのかな <laughs> あの焦点を定めていって書いた書き下ろしたってことによってその現実が発生する瞬間っていうかそういうそういうところが結局神の仕事と同じ神,神がやってることと同じみたいなそういうふうに解いていくと面白いとかいう話を聞いてでねあの美って美しいの美も。 えと微妙の美とかやっぱり美しさっていうのはその微細なところの違いみたいなところでやっぱり美と微妙の美のとかそういう話がすごい面白かったんですけどその今思ったのは脳ねお能の脳と頭の脳って絶対関係あるんですよねきっとねだからなんかでも脳が全てじゃないですか脳が全てっていうか。 ちょっとまたすっごい適当なこと言ってますけどだからなんかあのなんかその根源的な話なんことなんでしょうねちょっと全然いいじゃ誰かなんかいい教えてくださいって感じなんですけどやっぱりその脳の中っていうか脳の中ってまあ宇宙っていうかなんか全部っていうか分かんないですけど。 かなってすぐまた乱暴に思いましたけどまあねそうですね今何か思ったけど忘れちゃったそんなとこですかねなんかちょっと話が飛びましたけどなんかだからやっぱりゼロから何かを生むとかあとお能もお,のおは完全にあの世とこの世のあの行き来生行き来生きっていうか。 そそこらんののの境界線の話ですよねなんかだからやっぱり微妙な微妙なところにやっぱりほんと間髪とかも微妙だけどその微妙なところがもう生死を分けるというか微妙なところが天と地というかそんな感じがしますねっていう感じですかね。ちょっと結論ありませんが ちょっとあそうだあのじゃちょっと思い浮かちゃったから一個言うとその紙に書くのが紙っていうので今思い出したのは今ねそのこ,うこういう本もそうだし「えー、と弓と禅」とか「お茶の本」とか、まあ、マニアックだけどそあのあのちゃんとそれぞれその素晴らしい方があの紹介してくださってる本ですけど。 なんかすごいこう私のドストライクって感じなんだけどあと今ねその前もちょっと言ったけど「あうん」っていう漫画がやっぱりすごくてちょっと読書会があるんですけどあのそこの中でやっぱりその空海さんがあの紙に紙に書くっていうことのすごさをちょっとあれで知りこの漫画でもう実感した。なんかその紙と紙とは 一緒ですっていう話はあの聞いてて書くことって確かにそのゼル病思考で書くっていうじゃないですかであれは絶対にそのスマホでこうじゃダメで書けとあの鉛筆を持って鉛筆じゃないペンを持って消えないペンを持ってでそのあでもあれもそうですねかそれ,そ,れその書くっていうのが重要だとか思ってたけどその空海さんの。 またすすごいんですよその絵が絵がっていうか表現方法がその見えない世界をこんだけ描けるんだっていうでその字を書くことのてか紙とペンっていうか筆っていうかそれってやっぱり紙紙っていうか <laughs> 思いましたねあのね漫画で。でそ,そのゼル病思考も。 ちょっとつながっとがたけど、あのー、やっぱり0秒だから間髪じゃなそのあれですよねその河野先生が我ならざる我が出る瞬間がそ,のそこを書こうそこにアクセスしようとしてるテクニックですねあれねすごいですねだからそのだから思考が出る前の思考を手でだからフィジカルなところで。 あの出,す出しちゃうみたいなだから多分その間髪を触れっていうかペンで間髪にこう切り込むみたいのが河野先生は刀だけどあのペンでそしたらやっぱり我ならざる我のアイディアが出てきますよねそれはね。だからなんかあやっぱりすごいんだなって今思いました。<laughs> という 感じでだからそれを私は指で鍵盤でそのい,い,いい感じのこれいいかなって思ってから出すのとまあねだからちょっとね最初ぐちゃぐちゃになってもいいからそっから出てくるものをっていうのを。 にしたいなと思いますけどちょっとねもうあんまり時間がないんですけどねっていう感じですねまいろいろ何でもメッセージでとっても面白いと思っておりますということでした能面能面ですね能面ねあのちょっと私いつも思うんですけどそのコメン,コメントとのタイミングがまあ時差があるのとなんか皆さんすごい上手なんだけど 一つの話に長くとどまってればここでやり取りができるってことなんでしょうね。なんか次行っちゃうからなんかあれなんですよね。なんですけどちょっとこれ上手になりたいと思います。ちゃんと会話できるように。脳面脳面の話もすごいと思う。なんか脳面なんかあの表情がない人脳面みたいっていうのって本当は。 違ってますよねなんかすごいすごい表情いろいろなりますよねなんだけどやっぱ奥が,が深い深すぎると思いますねちょっと神事ですよねあれね完全に神様の仕事ですよね神社でやったりしますしね 演劇っていうのもまあそういうことですよね。というちょっとまた結論がありませんけどなんか30分予定がまたなんか伸びちゃったっていうことででもここで終わればまあ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 の長さだと思うので <laughs> 終わりたいと思います。あありりりががとううございまました、えー、8月27日日日日金曜日曇り今日が素敵な一日でありますように では、明日の朝によろしくお願いします。ありがとうございました。コメントもありがとうございました。なんか取り留めなくてすみません。またちょっと整理したいと思います。では、失礼します。ありがとうございます。